はい、皆さんこんにちは、翔です。で、今回は僕の銘柄選別のやり方、売買のタイミングであったり、あとトレーディング手法ですね。そこについて具体的に皆さんに解説していきたいと思っています。で、今回の内容に関しては、今まで誰にもですね、話したことがないんですよ。で、内容的にもかなりですね、有料級のものになっていると思っていますので、ぜひともですね、最後までご視聴いただければと思うんですけど、で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って、準 MVP 獲得しています。で、このチャンネルは今年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各マーケットの状況、個別銘柄の分析、そういったものを皆様にシェアしていきたいと思っていますので、僕のチャンネル、まだ登録されてない方いらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですね、本題に入りたいと思うんですけど、今回分析する銘柄はゲーム関連銘柄で、バンダイナムコ、カプコン、ニンテンドー、スクエアエニックス、この4銘柄を分析していこうと思うんですよ。で、まずですね、このチャート見ていただきたいんですけど、これがですね、9月以降の今言った4銘柄の比較チャートになりまして、これを見てもらうと一番パフォーマンスがいいのがバンダイナムコになりまして、その次にカプコン、ニンテンドー、スクエアエニックスっていう風になってるんですけど、これを見てもらったらわかる通り、バンダイナムコとカプコン、この2銘柄に投資できてるかどうかで、そのパフォーマンスは全然違うと思うんですよ。もちろんニンテンドーもですね、9月と比べると 14% 上がっていますから、ここに投資してももちろん利益の方は取れてるんですけど、ただ反面ですね、スクエアエニックスに関しては、9月の水準から 12% 下落しているような形になりますから、いかにですね、このスクエアエニックス、避けてバンダイナムコとカプコン、この2銘柄に投資できるかどうかっていうところが、すごいポイントになってくると思うんですよね。じゃあ具体的に上がる銘柄にどうやって投資すればいいのかっていうところなんですけど、よく聞くのが決算がいい銘柄であったりとか、テクニカル的に安い銘柄、それに投資した方がいいんじゃないかっていうふうに思ってる方非常に多いんですけど、ただ僕の場合はそういったところをまず確認するんじゃなくて、まず確認しなければいけないのが需給関係、ここになるんですよ。ここをですね、まず皆さんしっかりと押さえておいていただきたいんですけど、このデータが11月の6日時点でのバンダイナムコ、ニンテンドー、スクエアエニックス、カプコンの信用倍率の推移になるんですよ。まあ、データになるんですけど、で、信用倍率っていうのは何なのかっていうと、これはですね、信用取引で売ってる人よりも買ってる人が何倍多いのかっていうのを判断する指標になるんですよね。で、この信用倍率が1倍に近いと、売ってる人と買ってる人、これがイーブンなので、時給的には安定してるっていうふうに判断できるんですけど、ただこの信用倍率がかなり高くなってくると、要は売ってる人よりも買ってる人の方が極端に多い状態になりますから、将来的にですね、この買ってる人たちが売ってくるリスク、それが考えられるんですよ。なので信用倍率が高い銘柄には投資しないというふうに僕はですね、決めているんですけど、で、このデータを見てもらうと、スクエアエニックスの信用倍率、これが 6.78 倍で、1倍を大きく上回っていますから、ここに関しては需給関係がもうほぼ壊れてるんですよね。なのでこの段階で、スクエアエニックスに投資しないというふうに僕は判断するんですけど、じゃあ他の銘柄はどうなのかっていうと、任天堂に関しては信用倍率が3倍近いので、ここに関しては投資するかどうか、僕はこの段階でちょっと迷うんですよ。ただその反面ですね、カプコンに関しては信用倍率が 1.21 倍ですから、そこまで需給関係は悪化していないですし、さらにですね、バンダイナムコ、ここに関しては信用倍率が1倍を下回って 0.38 倍なんですよ。つまり買ってる人よりも売ってる人が多いという状態になりますから、こういう風に信用倍率が1倍を下回ってる銘柄っていうのは、将来的にですね、買い戻される可能性、要は上がってくる可能性が考えられるんですよ。なのでこの段階でカプコンとバンダイナムコ、ここに投資する判断ですね、的を絞ることができるんですけど、ここまで見て初めて決算を見るんですよ。で、決算の見方なんですけど、皆さんですね、売上高であったり、営業利益、純利益が市場予想を上回っているかどうか、それでですね、判断する方非常に多いと思うんですけど、ただ僕の場合はですね、そこの伸び率、そこはあまり注意要視していなくて、まず見ていただきたいのが、売上高営業利益率、ここの推移になるんですよ。で、このグラフが各銘柄ごとの売上高営業利益率の推移、そのチャートになるんですけど、この売上高営業利益率が上がっていく段階で株っていうのは上がりやすくなりまして、逆にですね、この利益率が低下すると株は下がる傾向にあるんですよ。ここのですね、パターンですね、考え方っていうのを皆さんしっかりと覚えておいていただきたいんですけど、で、このグラフを見てもらうと、まず目につくのがスクエニ、ここのですね、利益率が大幅に低下しているっていうこと、これがですね、このグラフを見てもらってもわかると思うんですけど、なのでこういった風にスクエニックスの利益率、これが大幅に低下しているっていうことは、株価の下落圧力につながる可能性、これが非常に高いんですよ。なのでここから見てもスクエアエニックスへの投資、それがですね、ちょっと危ないんじゃないかっていう風に判断できますし、さらに見ていただきたいのがカプコンとニンテンド、ここの推移になりまして、ここに関しても一旦頭を打って若干ですね、下落に転してるんですよ。
なのでここに関しても下落圧力生じる可能性は考えられはするんですけど、たださっきのスクエアエニックスと比べてこの利益率の低下ですね、ここに関しては緩やかに切り下がっていますから、ここに関しては一旦株価下がる可能性が考えられはするんですけど、ただ利益率の低下、これが限定的だったらまた株価はですね、すぐに上がってくる可能性、それが十分に考えられるんですよ。特にカプコンはこの4銘柄の中で一番利益率が高いですから、そこから判断してもカプコンに投資する優位性、それが高いのがわかると思うんですよね。なのでカプコンが下がったら僕は買うっていう判断をここでするんですけど、これに関しては任天堂も一緒なんですよ。任天堂に関しては利益率順調に切り上がっていますし、今回ですね、一旦頭を打ったとしてもその下落率はわずかになりますから、ここもですね、下げ止まったら買っていいんじゃないかっていうふうに僕は判断するんですけど、ただここで注目してほしいのがバンダイナムコの利益率の推移、ここになるんですけど、今言った3銘柄利益率が切り下がってるのに、このバンダイナムコだけは利益率横ばいなんですよ。なのでバンダイナムコの下落圧力、これに関しては今言った3銘柄よりも低いっていうふうに判断できますし、どちらかというと信用倍率が1倍を割ってるので、空売りをしてる人たちが強制ロスカットして買い戻してくる可能性、それも十分に考えられるんですよね。なのでこの段階で投資の優先順位は、まず第1位がバンダイナムコ、2位がカプコン、3番目に任天堂、最後にスクエアエニックスっていう風に判断できますから、ここの見方に関しても皆さんですね、しっかりと覚えておいていただきたいんですよ。じゃあ次にですね、どこを確認しなければいけないのかっていうと、次がですね、経常利益の進捗率、ここの動向になるんですけど、これはですね、各企業ごとに通期の経常利益の目標、これがあると思うんですよね。で、現状の結果がその目標に対して達成率何パーセントに達しているのかっていうのがこの表でわかるんですけど、で、この棒グラフは縦軸がパーセントになりまして、青の棒グラフが2018年の結果、オレンジが2019年、灰色が今年っていう形になってるんですけど、これを見てもらったらわかる通り、バンダイナムコの今年の経常利益の進捗率、ここに関しては 90% を超えてるんですよ。さらに2019年の結果から見ても、今回の伸び率っていうのはすごい高いのが、このグラフを見てもらってもわかると思うんですよね。なのでこれを見てもバンダイナムコ、これが上がってくる可能性が高いっていうことを判断できますし、さらにですね、注目のカプコン、ここの達成率、ここを見てほしいんですけど、ここの達成率は現状ですね、68.9% ですから、ここに関しても2019年の結果、それを超えてるんですけど、ただその伸び率はですね、他のバンダイナムコであったり、任天堂、スクエアエニックス、そこと比べると低いと思うんですよ。なので他の3銘柄と比べて物足りないっていう風に思われる方いるかもわかんないんですけど、ただここで注目してほしいのが、この目標達成率の推移の形状、このグラフのパターンになりまして、このカプコンに関しては、2018年、2019年、今年、順調にですね、この棒グラフ切り上がってるんですよね。なので目標達成ペースっていうのが年々上がってってるんですよ。ただその反面スクエアエニックスであったり任天堂、ここに関しては2018年から2019年にその達成率っていうのは低下してるんですよね。要は会社の見通しが甘かったっていうことなんですよ。なのでカプコンに関しては他の銘柄と比べるとこの達成率の伸び率、これは確かに低いんですけど、ただこういった風に綺麗にですね、棒グラフ切り上がってるっていうことは非常に評価されるところになりますから、ここでですね、カプコンへの投資妙味、優位性っていうのが出てくると僕は思ってるんですよね。なのでこの経常利益の達成率、これが順調に右肩上がりになってるかどうかっていうところ、そこに関しては皆さんですね、注目しておいていただきたいですし、じゃあ任天堂とスクエアエニックス、ここはどうなのかっていうと、ここに関してはさっきも言った通り、2018年から2019年の達成率、ここに関しては切り下がっていますから、会社の見通し、かなり甘かったんじゃないかなっていうふうに判断はできるんですけど、ただ今年のですね、達成率、ここの伸び率に関しては、スクエアエニックスよりも任天堂、ここの方が圧倒的に高いんですよ。なのでここを見てもらったらわかる通り、スクエアエニックスよりも任天堂の方が優位に値動きするんじゃないかっていうこと、それが判断できますから、ここに関しても皆さんですね、しっかりと覚えておいていただきたいんですよね。なので時給関係、信用倍率であったり、決算の中身、それを分析してみると、優先順位が最も高いのがバンダイナムコ。2番目にカプコン、3番目に任天堂、4番目にスクエアエニックスっていう風に判断できましたので、ここで初めてテクニカル分析に移るんですよ。で、その具体的な分析ですね、今からしていこうと思うんですけど、もしこれから使うテクニカル分析の使い方、あまりよくわからないという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、そちらを後ほど見ておいていただければと思います。じゃあまず最初にですね、バンダイナムコ、ここから見ていくんですけど、11月6日時点でのチャート、これを見てみると、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでるんですけど、ただ今回ですね、日足上がったことによって、この青のラインに関しては若干ですね、切り上がってゴールデンクロス、
上昇トレンド形成間近になっているんですよ。さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の雲の上限、この緑のラインを上回って推移していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成しているんですよね。なのでもし下の MACD が明確にですね、ゴールデンクロス上昇トレンドを組んでくると、このバンド幅が一気に拡大してバンドウォーク、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成する可能性、それが十分に考えられますから、ここからですね、上がってくる可能性が非常に高いんですよ。さらにさっき決算の中身であったり、信用倍率、需給の中身を確認してみると、バンダイナムコに関しては非常にですね、中身良かったんですよね。なので11月の6日に決算が発表されましたから、この翌日ですね、株が上がってくる可能性、それが高いっていう風に判断できるんですよ。なので翌日の板の気配、それを見てみて、もしですね、そんなに高くないようだったら、僕だったらですね、エントリー、それを検討するんですけど、じゃあ実際にその翌日、決算後はどういった風に株が動いたのかっていうと、こちらを見てもらうと、翌日ですね、株価急騰してるんですよね。だいたい 10% ぐらい、この日は上がったんですけど、で、下の MACD 見てもらうと、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを組みましたし、さっき言った通りですね、やはりバンド幅、このボリンジャーバンドの上の青のラインと下の青のライン、この間隔が急拡大してると思うんですよ。なので今後ですね、バンドウォーク、それは形成されてくる可能性が非常に高くなったんですけど、なのでこの日 10% 以上上がったから、もう少し様子を見てた方がいいんじゃないかっていうふうに思う方、多いと思うんですけど、ただ僕だったらここで一旦売ります。で、それはなぜかっていうと、現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドのプラス4シグマのところまで上がってるんですよ。で、以前皆さんに違う動画で解説したんですけど、日足がボリンジャーバンドのプラス4シグマまで上がると、株はですね、下がる可能性が高いんですよ。なので僕だったら一旦この株を売って、また安くなったら買い戻すっていう戦略、それを取るんですけど、で、もしですね、その理由、詳細を知りたいっていう方がいらっしゃいましたら、関連動画のリンクを概要欄の方に貼っていますから、ボリンジャーバンドの解説動画のリンクですね、それを後ほど見ておいていただければと思うんですけど、じゃあその翌日、株価はどうなったのかっていうと、やっぱしですね、株価の方は急落したんですよ。それはこのチャート見てもらったらわかる通りなんですけど、たださっきも言った通り信用倍率、これは1倍を下回っていますし、さらに決算の中身、それが非常に良かったっていうことを考えると、まだですね、空売りをしている人たちが強制的に買い戻してくる可能性、それも十分に考えられるんですよ。なので僕だったらもう一回ですね、ここでバンダイナムコ、この株を買うんですけど、特にさっきも言った通り、MACD であったりパラボリック、一目均衡表、この3つのテクニカルが全て上昇トレンドを形成していますから、これから上がる可能性、総合的に考えて非常に高いんですよ。なので僕だったらそういった判断をするっていう感じなんですけど、じゃあ実際にその後株価はどういった風に動いたのかっていうと、その後ですね、順調に株価の方は切り上がっていきまして、下の MACD に関しても鋭角にですね、上昇トレンド、それを形成していってるんですよ。さらにバンドウォーク、それもですね、狙い通り形成されてきてるんですけど、ただこの段階で日足に関しては日柄調整が入って、ボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この青のラインから離れていますし、さらに MACD、ここに関しても青のラインがですね、横ばい状態になってきていると思うんですよ。さらに下の RSI、ここを見てもらうと、ここに関しても過熱気味のライン、ここをですね、超えてきてるんですよね。なのでこういったチャートパターンが形成されてくると、このバンドウォークに関しては終了して株価がですね、調整、もしくは急落する可能性が考えられますから、僕だったらこの段階で一旦株を手放します。じゃあその後に株価はどうなったのかっていうと、日柄調整が何日かさらに入りまして、その後に MACD であったりパラボリック、これは下落トレンドに転じましたから、株価の方は順調にですね、水準を切り下げたんですよ。なのでバンダイナムコに関しては、こういった風にマーケットの状況であったり、需給関係、あとチャートを分析してあげることによって、今後ですね、上がってくるか下がってくるか、それをですね、分析してあげることができますから、このやり方はですね、皆さんしっかりと覚えておいていただきたいんですよ。じゃあ次にカプコン。ここはどうなるかっていうと、カプコンの決算は10月と29日だったんですけど、決算の後、やはりですね、株価の方は下落に転じてるんですよ。で、下の MACD を見てもらうと、青のラインがオレンジライン、これ上から下に突き抜けてデッドクロス、下落トレンドを組んでいますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても、日足の上の方に点灯していますから、ここに関しても下落トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一目均衡表の上限のライン、この緑のラインでなんとか下げ止まっているような状態ですから、ここを割り込んでくると、カプコンに関してはかなりまずい値動きしてくる可能性が高いんですよ。なのでこういった時は下の MACD であったりとかパラボリック、これがですね、上昇トレンドを形成しそうな値動き、
それをするまでは様子を見てもらってた方がいいんですけど、ただ現状のパラボリックの位置、ここに関しては日足との距離、これがだいぶ近いので、ここに関しては上昇トレンド、それを形成する可能性があるんですけど、ただ下の MACD の形状ですね、青のラインに関しては切り下がっていますし、さらにオレンジのライン、ここに関しても今下落に向かっていると思うんですよね。なのでこういったチャートパターンが形成されると、パラボリックに関しては一旦ですね、上昇トレンド、それを形成してくることは考えられるんですけど、またすぐに下落トレンドを取ってくる可能性、それも考えられますから、ここに関しては慎重にまだ判断しておいていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに総合的に考えると思うんですよね。じゃあその後に株価はどういうふうに動いたのかっていうと、このパラボリックに関しては一旦ですね、上昇トレンドを形成したんですけど、ただ下の MACD に関してはまだ鋭角にですね、オレンジライン、これが切り下がっていましたので、このパラボリックすぐにまた下落トレンドを形成しまして、株価の方はまた下落に転じたんですよ。でその後ですね、さらに株価の方値動きを追っていくと、この段階でこの MACD 下の青のラインは切り上がりましたし、さらにオレンジのラインに関しても若干ですね、カーブが緩やかになってきてるんですよ。さらに現状の日足の位置、ここに関しては一旦ですね、一目均衡表の影のライン、この赤のラインを割り込んだんですけど、ただ現状ですね、この赤のラインを日足は上回っていますので、抵抗ラインも一本抜けたんですよね。なのでこうなってくると、下の MACD であったりパラボリック、上昇トレンドを形成すると、一目均衡表の雲の上限、この緑のラインまで株価が上がってくる可能性、それが考えられるんですよね。さらに現状の MACD の水準、これを見てもらいますと、過去の平均から比べるとかなり安いところ、そこまで下落していますし、さらにですね、この下への抵抗ラインあたりで一旦ですね、下げ止まっているような形になっているんですよ。さらに見ていただきたいのが RSI、 ここの波形になりまして、ここに関しては上値の抵抗ラインを切り上げてきてるんですよ。なので RSI に関しては一旦ですね、目先トレンドが変わったっていう風に判断できるんですよね。なのでこういったことを考えると、今後ですね、カプコンの株上がってくる可能性が高いですし、さらにさっきも言った通り、売上高営業利益率、これに関してはカプコン確かに低下したんですけど、その低下率に関してはわずかなので、そこから考えても上がってくる可能性、それが考えられますし、さらにですね、信用倍率、受給関係に関しても、このカプコンに関してはそこまでですね、悪化しているわけじゃないですから、ここに関してもしこりがないんですよ。なので僕だったらここでですね、エントリー、それを検討するんですけど、じゃあその後にカプコンの株、どういった風に動いたのかっていうと、順調にですね、株価の水準、切り上がりまして、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを明確に組みましたし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても、日足の下の方に点灯しましたから、ここに関しても上昇トレンドを形成したんですよ。その後にですね、カプコンの株、やはりこの一目均衡表の雲の上限ですね、この緑のラインまで上がったんですけど、僕だったらですね、ここで一部売却します。それはなぜかというと、以前から皆さんにお伝えしている通り、この一目均衡表の雲の上限と影のライン、この緑のラインと赤のラインを抜けるためには、かなりのエネルギーが必要なんですよ。このラインを上回っているか下回っているかによってトレンド、それが大きく変わりますから、ここにですね、売買のポジション、それを設定している人が多いということが理由なんですけど、ただ下の MACD であったり RSI、ここに関してはまだ下落の基調、傾向が見受けられないので、これから上がってくる可能性も十分考えられるんですよね。なので総合的に判断して一部だけここで一旦利確するっていうふうに僕は判断するんですけど、じゃあその後に株価はどういったふうに動いたのかっていうと、やはりですね、この緑のラインで一旦下落したんですけど、ただ一目均衡表の影のライン、この赤のラインでまた一旦下げ止まって日柄調整が数日入ったんですよ。ただ下の MACD を見てもらうと、まだですね、この青のラインとオレンジのライン、これに関しては切り上がっていますから、上がってくる可能性はまだ継続的に高いんですよね。じゃあその後に株価はどういった風に動いたのかっていうと、この緑のライン上回りまして株価は上昇に転じたんですよ。ただこの段階で MACD に関しては一旦頭を打ちましたし、さらにですね、 RSI、 ここに関しても加熱気味のライン、ここを抜けてきましたから、ここでですね、一旦売却っていう判断を僕だったらします。なのでカプコンに関してもマーケットの状況であったり需給関係、それを分析してあげることによって、うまくですね、相場を予想することができますから、今のやり方、皆さんしっかりと覚えておいていただきたいんですけど、ただカプコンに関しては、一目均衡表の雲の上限、この緑のラインが抵抗ラインとしてありましたので、ここで僕だったら一旦売却するっていう判断、それを下していますから、利益の方はですね、少なくなってるとは思うんですよ。ただ確実に利益を取るためだったら、一旦こういうタイミングで売却っていうのも、やはり戦略になりますから、このやり方もですね、皆さんしっかりと覚えておいていただきたいと思うんですよ。上値を目指してたらキリがないので、やはりどっかのタイミングで一旦ですね、利確はしないといけないんですよね。なのでこういった抵抗ラインでは僕は一旦売却するっていう判断、それをよくしますので、
そこはですね、しっかりと覚えておいていただきたいなっていうふうに思っています。じゃあ次に任天堂、ここはどうなのかっていうと、ここの決算はですね、11月の5日だったんですけど、その翌日ですね、決算後は株価一旦上がったんですよ。で、一目均衡表の雲の上限ですね、この緑のラインのところまで一旦上がったんですけど、たださっきも言った通り、売上高営業利益率、これが任天堂に関しては切り下がっていましたから、僕はですね、株が下がるっていう風に、この時点でもまだ判断するんですよね。じゃあその後にですね、株価はどういった風に値動きしたのかっていうと、一旦ですね、一目均衡表の下限のライン、ここを下回りまして、MACD であったりパラボリック、ここもですね、下落トレンドを取っていましたから、かなりですね、弱い相場を形成してしまったんですけど、ただこの段階で MACD に関しては、青のラインがオレンジのライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しましたし、さらにオレンジのライン、ここに関しても若干ですね、フラットになってきましたから、ここからですね、上がってくる可能性が高くなったんですよ。さらに MACD の割の抵抗ライン、ここを見てもらうと、ちょうどですね、ゴールデンクロス、上昇トレンドを組んだあたりが、この割の抵抗ラインの線分上に位置してるんですよね。なので、ここのラインを明確に超えてくると、この MACD に関してはトレンドが転換したっていうふうに判断できますから、さらにここからですね、上がってくる可能性が高くなるんですよ。なので、このタイミングで僕だったらエントリーを検討するんですけど、ただその後にどういうふうに値動きしたのかっていうと、任天堂に関しては、一目均衡表の雲の上限ですね、この緑のラインまで上がって、日柄調整が入ってから、明確にですね、この緑のラインを上回って上昇に転じていると思うんですよ。なのでさっきと同じような値動き、まあ、カプコンと同じような値動きを任天堂はしてるんですけど、ただ任天堂は値が逆株になりますから、もう一つですね、見なければいけない指標があるんですよ。それがですね、NT 倍率、日経平均割るトピックス、それで表されるチャートになるんですけど、これが上がると日経平均有利、逆に下落するとトピックス有利、そういう風に判断できるチャートになるんですよね。で、この NT 倍率が下落に転じるタイミング、そのタイミングで値が逆株、上がりやすくなるんですよ。例えばですね、12月4日あたり、NT 倍率に関しては日柄調整が入っていまして、その後下落に転じてるんですけど、じゃあその時にですね、任天堂、どういった値動きをしたのかっていうと、12月4日を底値に、任天堂は急上昇してるんですよ。で、12月の17、18日ぐらいに頭、天井を取ってから下落に転じてるんですけど、じゃあその時に NT 倍率、どういった動きをしてたのかっていうと、ここでですね、NT 倍率に関しては底を打って上昇に転じてるんですよ。なので、任天堂であったり、他のネガサ株、この売買をするときは、この NT 倍率の推移ですね、ここを見ながら売買しなければ、うまくですね、トレーディングすることができませんので、ここのですね、使い方っていうところに関しても皆さんですね、覚えておいていただきたいんですよね。じゃあ次にスクエアエニックス、ここはどうなのかっていうと、ここに関しては、決算後、株価は急落したんですよ。それはさっきの信用倍率が7倍近かったっていう理由と、あとは売上高営業利益率、これがですね、大幅に低下してしまったっていうところ、それが影響してるんですけど、ただ日柄調整が1、2週間入った後に、株価は元の水準まで戻ってるんですよね。ただここで注目してほしいのが、この日柄調整が入っていた時の信用倍率になるんですけど、この時点で信用倍率25倍近辺まで急騰してたんですよ。つまり信用取引で売ってる人よりも買ってる人が25倍多かったっていうことなんですけど、こういった風に需給関係が悪化してしまうと上がる可能性、それはもちろんあるんですけど、ただ何かしらの悪材料、それが発生すると信用取引で買ってる人一気に売り向かいますから、株価がですねまた急落する可能性、それが非常に高いんですよね。なのでスクエアエニックスに関しては、今回のケースでは株価元の水準まで戻ったんですけど、ただ僕はですね、信用倍率25倍とか異常な数値を見たらまずですね手を出さないので、ここもですね皆さんしっかりと覚えておいていただきたいんですよ。リスク管理っていうのが一番重要なので、でさっきも言った通り、カプコンであったりバンダイナムコ、あと任天堂、そっちの方が値動きはいいわけじゃないですか。需給的なしこりもそんなにあるわけではないですから。なのであえてこういった銘柄、信用倍率が高い銘柄に投資する理由はないと思いますから、ここもですね皆さんしっかりと押さえておいてほしいんですよ。特にですね、今まで僕が負けたパターンっていうのは、この信用倍率が異常に高い銘柄、それに投資した時になりますので、なのでここはですね、十分に注意しておいていただきたいと思います。はい、じゃあ今回もですね、動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また皆さんのお役に立つような動画、どんどん投稿していきたいと思っていますので、よろしければチャンネル登録、あとツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。